ロヘリオ・アルメンテロス・ペーニアは、キューバのハバナ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のワシントン・ナショナルズ参加所属。アルメンテロスは2011から2012年シーズンに、キューバ国内リーグのレオネスでインデストリアレスに所属し、5試合に、登板した。2014年9月にインターナショナルフリーエージェントで、ヒューストン・アストロズとマイナー契約を結んで、プロ入り。 2015年6月19日にアストロズ参加の A マイナスキュートリシティバレーキャッツにて先発でプロデビュー。8月25日に A 級クワッドシティーズリバーバンディッツに昇格。このシーズンは2チーム合計で15登板61.0回を投げて3勝2敗防御率3.6961奪三振を記録した。2016年は A 級 クワッドシティーズで4月のシーズン開幕を迎えた。4月25日に AAQ ランカスタージェットホークスに昇格、8月21日に AAQ コーパスクリスティフックスに昇格した。このシーズンは3チーム合計で24登板、127.1回を投げて8勝6敗、防御率3.53、140奪三振を記録した。シーズンオフには、 アリゾナフォールリーグのグレンデールデザートドッグスに所属し、8試合に休援した。2017年は AA 級コーパスクリスティで開幕を迎えた。7月2日にトリプル A 級フレーズのグリーズリーズに昇格した。このシーズンは2チーム合計で24登板、123.2回を投げて10勝4敗、防御率2.04、146奪三振を記録した。 2018年は、トリプル A 級フレズノで開幕を迎え、同シーズンを専属した。シーズン成績は22登板、118.0回を投げて8勝1敗、防御率3.74、134奪三振を記録した。シーズンオフに、ドミニカ共和国のウィンターリーグである、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナの、ヒガンテスデルシバオに所属。 5試合に先発した。また、アストロズは、オフにアルメンテロスを40人枠に追加した。2019年は、トリプル A9 ラウンドロックエクスプレスで開幕を迎えた。6月14日にメジャー初昇格し、同日行われたトロントブルージェイズ戦で、9円登板して、メジャーデビュー。この試合では3.0回を投げて、無失点でメジャー初セーブを挙げた。 6月24日にトリプル A9 ラウンドロックへ降格の後、7月16日にメジャー最小を格した。7月21日に行われたテキサスレンジャーズ戦でメジャー初先発し、この試合では5.0回を投げて1失点でメジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは5試合に登板して1勝1敗1、セーブ、防御率4.00、18奪三振を記録した。 2020年はメジャーでの登板はなかった。2020年11月20日に、ウェーバー工事を経て、アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍したが、12月7日に、再びウェーバー工事を経て、ワシントンナショナルズへ移籍した。2021年は、開幕からマイナー暮らしが続き、6月15日に DF となった。6月18日に、マイナー契約となった。 平均9 1マイルアワーのフォーシーム、平均8 2マイルアワーのチェンジアップ、平均7 9マイルアワーのカーブを使用する。ありがとうございます。